はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、結構ね、これコメント欄っていうか、最初のサダコイベントが始まった時の動画のコメント欄で結構あった質問なんですが、サダコイベントの、まあ、その2の、はい、呪いのビデオ、まあ、3体目のアウンですね。要はサダコ祭りってどんな内容だと思いますかっていうコメントが結構あったんですよ。まあ、もちろんその前に、まあ、どんな内容かは読みはしたんですけど、そのなんだろう、トライアングルさん的にどんな感じになると思いますっていうコメントがあって、僕の考えなんですけど、まあ、今ちょっと画像貼ってると思うんですが、もう一個ウームさんがね、その貼った、画像とちょっとまあ、同時になんですが、まあ、今画像サダコイベントその2の画像を見てもらえば分かるように、1体目2体目と、全く同じ画像なんですよ。チャレンジとレア宝箱、2つとも本当にその通りにゲットできてますね。ってことは3体目も多分本当にその、青鍵の宝箱に呪いの歌があって、多分このままの形で出てくるとまず思います。はい。なんだろう、よく青鬼オンラインさんって、まずまあこれは画像はイメージですみたいな感じで、まあちょっと違うというかね、まあサンプル画像みたいな感じでやってるけど、多分今回は本当にこういう形だと思います。で、まあ大切なところなんですが、じゃあ、まあ、三つ。まず、呪いのビデオを、8月17日から26日までかな。で、期間内に三つ集めるっていうのは、どっちなのっていう話ですよね。どういうことかというと、要は、期間内、この、期間内に1試合で3個集めて、宝箱を開くのか、それとも、この17日から26日の間、まあ、約10日間ですよね。10日間だよね。10日間で、その、累計3つ。1試合、例えば1試合で、まあ、呪いのビデオゲットした。よし、じゃあ持ち帰りです、みたいな。それでゲットできるのかっていうところなんですけど、僕的にはおそらく、青鍵みたいになるんじゃないのかなと思います。まあもちろんね、その、青の塔のチケットのこともあるんであれなんですけど、そのね、1個持ち帰りで、3つ集めました。じゃあどうやって、次出現させるのっていう話になっちゃうと思うんですよ。だから3つ持ってる人だけ宝箱開けれるっていうのでもいいと思うんだけど、なんかそれは多分ね、3つ持ち越しをそのまま次の試合に、要はオフラインだったらできると思うんですけど、オンラインでできないと思うんですよね。その、なんていうちょっと説明が難しいんですけど。だからいろいろちょっとアプリの都合上、おそらく1試合で、みたいな。要は青鍵と一緒のような、要は貞子バージョンみたいな。うん、だったら多分アップデートもちょっと簡単だろうし、作る方もね。要は青鍵を呪いのビデオに切り替えるだけ、みたいな。っていう方なんじゃないのかなと、僕はちょっと、僕なりに思っております。だから、その、まあ、もちろんね、累計の可能性もありますよ。1試合持ち帰って、1個ゲットできました。で、またどっかでゲットできて、で、2個目ゲットしました。そして3個目ゲットしたら、その、ずっとこの札になってる呪いの宝箱が常にどっかにあって、3個目ゲットしたら、その、あ、累計3個だって言って取りに行けるっていう可能性もあるけど、じゃあ、同じ試合に2個ずつ持ってる人がいたとして、1個集めて、で、例えば僕も、やった、ゲットしたってなった時に、2人3つゲットしましたね。で、1人が開けちゃうじゃないですか。で、取られる。じゃあ、この方どうしちゃうのっていう。また次の試合勝手に開けれちゃうっていうのも、なんかちょっとおかしいかなっていうのがあるから、うん、まあ多分、青鍵みたいな感じになると、僕はちょっと思います。という、ちょっと、まあ話だけちょっとさせていただきたいなと。結構ね、その最初の時コメントからあって、でも、どうなのかな、ちょっと自分なりにあんまりちょっとうまくちょっと話がまとめれないというか、僕自身もわかんなかったんだけど、でも、普通に考えたらね、やっぱり、その、持ち越しっていうのは難しいから、まあ、でも、ちょっと気になるのは、期間内に3つっていうのがちょっと気になるんですよね。だから、その3つ集めて、サダコをゲットしようとかだったらわかるけど、期間内に3つってことは、まあ、期限内に3つっていうのは、ちょっとあの文章がすごい気になる。だからまあまあ、それはちょっともちろんね、サダコが出てきたら、まあ、サダコ祭りが出てきたらのお楽しみだと思うんですがね。で、あと僕なりに、もう一体なんか貞子が出てくるんじゃないのかなとも思ってるんですけど、まあでももう貞子ステージと、もう貞子の青に来たからね、まあ多分青には来ないと思うんですけど、まあそれも来たら面白いですよね。貞子の青に新しい新青にみたいな感じで、もう一体出てきたりとか、
まあないと思うけど貞子ステージの裏裏ステージ、あの今回裏ステージがなかったけど、まあ裏裏ステージが17日から出てくるよみたいな、あのまあありえなくはないと思うんですよ正直言うと。だからコラボって、他社さんとのコラボって本当にやっぱりかなり初めての試みだし、まあちょっと大人の話しますよ。大人の話すると、今回こちらで貞子さんにすごいやっぱり力を入れると、まあこう裏裏ステージまで登場させてね、やっぱり今までの青鬼オンラインじゃありえなかった、それぐらいのことをすることによって、ごめんねちょっとすごいあの大人の話みたいになっちゃうけど、やっぱりあ、青鬼オンラインさんはすごいコラボしたらメリットがあるっていう風に、まあ思う方も企業様もいると思うんですよね。うん、だからやっぱりその力、あ、悪いことじゃないですよ、ちなみにそんないやらしいことじゃなくて本当にいいことだと思うんですよ、そのコラボにおいてね。やっぱりコラボのしてくださった方に満足していただいて、なんかすごいやっぱり好印象みたいな感じの方が多分これからもコラボしやすいと思うしっていうことで、かなり力入れるって考えたら、もしかしたらまあ裏裏ステージってのもあるのかなって。まあ正直なくてももうとんでもなく豪華イベントすぎますけどね。うん、だからまあ本当になんかあのこれから、まあ、今回貞子コラボが来たと思うんですけど、これを機にね、ガンガンその今までやっぱりウームさんのクリエイターさん、まあもちろんそれもすごい良かったんですけど、まあやっぱり大型コラボっていう形になるので、まあどんどんそのなんだろうな、オッケー、アスマス、センキュー、どんどんなんかそのね、他の他社さんともコラボしやすい状況とか、やっぱり青鬼オンラインがそれだけだいぶ知名度が上がってきたのかなっていうのと、あとやっぱりヒカキンさんの効果が大きいと思う。うん、あのそのやっぱりねえ、その、うん、他の会社からしたらヒカキンさんが無条件で動画作ってくれるって大きいよって、その無条件か分かんないけど、まあ、やっぱりすごい楽しくやってくれるしねえ、そんな、なんだろう、ヒカキンさんがやってくれるっていうのすごい大きいから、まあねえ、本当にヒカキンさんにはもう頭が上がりません、マジで本気の本気でもう頭が上がりません。やっと、私のものよ！よし。さあ、これで大丈夫だな。多分大丈夫だ。あとは、これはもう、あと運ですね。これは完全に運。運なんだが、頼むぞ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。あとは、あとはもう知らない。あとはもう私は逃げる。いい、危ねえ！危なかった。いや、ちび鬼が見えなかった。危ない。一応もらおう。一応もらおう。意味ないと思うけど。これは多分大丈夫なんじゃないかな。ダメか。ダメかー。あー、まあ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 、しょうがないですね。はい、ということで、まあ今回はちょっと呪いのビデオのね、まあ内容がどんなもんなのかっていうのをちょっと僕なりにね、まあ考察してやってみました。まあ、あくまで僕の考察だし、まあでもとりあえず、その、青鍵みたいにはなるのかなとは思います。そしてやっぱり一番気になるのがあれですよね。貞子の真の姿。どんな姿なのか。その、貞子が要は覚醒するじゃないですか。その覚醒した時にどんな姿になるのかっていうのもちょっと皆さんぜひ楽しみにね、僕自身もすごい楽しみにしていきたいと思いますので、ぜひ17日かな以降、見てくださると嬉しいです。そして何度も言いますが、17日以降にすごい皆さん驚くようなことが、ちょっと僕自身の動画で起こりますので、ぜひ、見てくださると嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、そしてベルマークよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。